はい、こんにちは。寝起きの前チャンネル前原です。はい、一発で目が覚めるかシリーズ第3弾、イエーイ。今日はですね、これですね、罰ゲーム茶シリーズ、マグマ茶、爆発的辛さ、ジョロキアの激辛を超えた通茶でお口の中が大爆発。本来は罰ゲーム用のお茶ですね。それをまあ朝から飲んだら一発で目が覚めるのかと。40ですから、私ね、40ですから。あ、2つも入ってるね。はい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 、ティーパックになってますね。これを、あ、こうこうこう、こういう感じ。はい、で、すでに熱湯を用意してますので、この中に入れましょう。濃さの目安は1分から2分です。タイマー2分。はい、じゃあ終了しましたので、このティーパックを出しましょう。よし、見た目はですね、完全に普通のお茶だね。匂いも普通のお茶だね。これね、なんだろうね、これ辛いのかな。じゃあとりあえずいただきます。おお、見た目もめっちゃ辛い。おお、すごいねこれ。ちょっと目覚めた。